10学入試、灘中学の面白い良問おまけ問題付きです。では始めましょう。この直角三角形 ABC で M は辺 AB の中点、A の角度は15度で AC と MD の長さはともに5センチです。BD の長さを求めてください。では解説をします。点 A から CB と平行な線を引き DM の延長線との交点を E とすると、錯角より角 EAM イコール角 DBM、AM イコール BM、角 AME イコール角 BMD なので、三角形 AME と三角形 BMD は合同となり EM イコール5センチです。さらに点 D から AE に垂線 DF を下ろすと、DF イコール5センチなので三角形 EDF は ED 対 DF イコール2対1となり、角 DEF イコール30度、角 EDF イコール60度です。さらに錯角により角 FDA イコール角 CAD イコール15度であり、上のようになるので、三角形 AED は AE イコール DE イコール10センチの二等辺三角形となり、三角形 AME と三角形 BMD の合同により BD イコール10センチが正解となります。おまけ問題です。正三角形 ABC の内側に半径が2センチの円がぴったり入っており、 P は円周上を動く点です。また P から AB、BC、CA と垂直に交わる線を引き、その交点を STU とします。この時 PS、PT、PU の長さの和は何センチですか？この問題が解けた方はコメントをお待ちしております。なお、他の動画でこの問題の解説をしていますので、概要欄の URL からご覧になってください。